よいしょ。はい。イエーイ。こんにちは、こそば、ジンくんの部屋へようこそ。こんにちは、ジンです。はい、ということで、今、さっき、飲みから帰ってきました。イエー。今、朝の8時34分ということで、朝の8時なんですけれども、たった今、帰ってきまして、朝まで飲んでいました。まあ、簡単に言ったら、世間で言う朝帰りみたいな感じなんですけど、つまり酔っ払いです。言って今日結構飲んだのね。友達とめちゃくちゃ飲んだんだけど、普通に友達の前とかでは逆に普通だったの。さっきまで今日もありがとうねみたいな普通なんだけど、家帰って一人になった瞬間になんか、いや、うち結構酔ってるかもみたいな、なんか結構気持ち悪いかもみたいになってて、意外と飲んだかもみたいになったんですけど、あのマックを先ほど買っちゃいました。意味わからなくないみたいな。こんなにさ、めちゃくちゃバチクソ飲んでさ、気持ち悪いぐらいにさ、結構なってる状態なのにさ、マック、朝マック大好きで朝マック買っちゃって、みたいな。朝マックしながら動画撮ろうかな、みたいな。YouTuber 魂を自分でも感じられるなって思いました。イェーイ。ありがとうございます。ということで早速、こちらの朝マック食べていきたいと思います。今日はね、こんな感じのラフな格好で。こんな感じです。まず買ったものを紹介していくと、うちがマックでよく飲むドリンクはまずこちらのゼロコーラ。めちゃくちゃ大好きで、あのゼロが好きなので、こちらのゼロコーラと、あ、美味しい。あのね、うちね、お酒を飲むときにおつまみとかご飯みたいなものがないとマジで飲めなくて、ずっと結構飲むってなったら絶対にお菓子とかがないと無理な人で、ちゃんと夕飯を食べた上でバーに行って、でバーでもバーに行く前におにぎり食べて、であとポテトサラダもバーで食べて、お菓子もいっぱい食べながらお酒飲んで、で朝になって今このマックを食べるっていう、意味のわかんないくらい食べ過ぎ問題。全然冷静なってって言ったら冷静になれるんで、普通にこうやって、ありがとうございました、今日も。あ、今日もありがとうございました、本当に。はい。みたいな。なれるんだけど、せっかく酔ってるし、みたいな感じで、一人でいても、やっぱりなんかテンション上げてこう、みたいな。だって YouTube 撮ってるじゃん、みたいな感じだから、まあいろいろ話しながら、今日は食べていきたいと思います。よろしくお願いします。で、あ、ごめん、紹介してなかった。ね、これが、まず、ナゲット。ナゲット大好き。朝でもナゲット買えるんだよ。みんな知ってた？朝って朝マックって、ポテトって頼めないの、ハチドポテトだけだから、ハチドポテトも頼みました。で、あとこちら、大好きなソーセージ、グリドルみたいなやつです。甘いやつ、グリドル大好きみたいな。なんか甘いの好きみたいな、グリドルありますかって言ったら、あ、ここのやつだよってお兄さんが教えてくれたんで、それにしました。よろしくお願いしみよ。そしたら、みえちゃん、酔ってる状態で一人で、朝、お家にちゃんと帰ってきたということで、朝マックもいただきたいと思います。手を合わせてください。美味しい朝マックもいただきます。いただきます。よろしくお願いしますよ。大丈夫これ。まず、生き返らせるために、こちらの、じゃーん。大好きな、なんだっけ。これなんで、なにこいつ。ハッシュドポテト食べていきたいと思います。いただきみよ。シンプルに幸せかも。マジうまい。てかさ、引っ越したって言ったじゃん。引っ越してから、うちは新しい環境になったんですけど、まださ、家の近くに何あるかとかもあんま分かってなくて。だから、ちょっと最近、散歩もしてみたりとかして、なんか家の近くに何があるんだろうみたいな感じで、なんかいろんなとこ行ったりとか、歩いて、ちょっと2駅分歩いたりとかして、なんか探検みたいのをしてて、なんか本当に歩くの好きだから、なんかこんなに食べてるけど、意外と、歩いたりとかやっぱしてるから、運動みたいなもんじゃん。だから、なんかちょっと消費はされてんのかなとかも思う。美味しい。でさ、同じマンションにさ、友達がいて、っていうのも、もともと友達ではなかったんだけど、なんかうちがめっちゃ仲いい友達がいて、で、その友達が、うちと同じマンションに住んでる友達がいるよっていうのを聞いて、マジみたいな。で、つなげてもらって、みたいな。で、仲良くなって、みたいな感じで、マジすごくないみたいな。そんな出会いあるみたいな。やばくない？真剣に、普通にさ、考えてさ、そんなことあるみたいな。シドポテト完食。マジこんなのペロッと食べれちゃう。
ナゲットいただきます。みんなはさ、朝帰りとかしたことありますか？なんかうちは結構普通に夜飲むと止まんなくなっちゃって、全然朝まで飲めちゃうタイプで、なんか特に飲んでる途中に眠くなるとかあんまりなくて、もう限界まで行ってやっと眠くなるから、それが朝みたいな感じだから朝まで全然元気なのね。いや、開かないんだけど。あ、開いた。いただきます。ナゲットさん大好き。マイクワツも好きよ。ナゲットいただきます。待って、美味しすぎるかもしれない。うちが今一番求めてる味かも。お前はありがとう、本当に美味しい。てかさ、朝まで飲んでさ、オールみたいな感じじゃん。でさ、お酒飲んでてさ、この美中さ保ってんのさ、ちょっとすごくない？普通だったら死んでると思うの。普通の人だったらこんなに飲んで朝のこの8時とかだったらもうだいぶもう動画を撮る気力もなく、もう無理、はい、いやいやってなる人が多いと思うんだけど、うち全然なんか動画回しちゃってるし、むしろなんだろう、朝マック食べてるし、一人でバレックスまだ喋ってるしみたいな。みんなさ、酔ったらどうなる？うちはテンションが上がるのね。だから悪酔いしなくて、酔ったらテンション上がるの。ハイになる人、いやーあげやーみたいな、なんかはー飲んでる飲んでる盛り上がってくるって感じになる人で、だからうちと飲んだら絶対楽しいと思うから、みんな一緒に飲もうみたいな。じゃあこれさ、何が言いたいかというと、つまりうちとみんな飲めって話で、これはマックソーセージグリドルみたいなやつ。なんかさ、ガチでソーセージしか入ってないんだけど待って、うち草が食べたかったかも。なんで草入ってないの？キャベツだっけ、レタスだか、緑のやつなんで入ってないの？え、待って待って、草どころかさ、お前ソーセージしか入ってないやん。もうちょっと草生やしてほしかった。草生えてないじゃん。でもうちは草生やせばいいか。いや、あげよう。いただきみよ。あんたうまいね、マジで。うわ、待って、めっちゃ好きかも。周りのパンの生地のところは甘いのに、中が思いっきりソーセージ、ハンバーグみたいなやつが入ってるからマッチしてる。もしかしてこれって幸せですか？みんな推しの子見てる？タル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 メリアキャラちゃんマナマリマリポリパみたいなやつ。ねえ待って、ワイングラスずっと映ってたのマジで面白いんだけど。なんか最近占いに行ったので、占いに行ってマジで当たるって言われてる占い、横浜にある占いに行ったのね。なんか人って数字があるらしくて、6月からめちゃくちゃあなたいいよみたいな、めちゃくちゃいいよみたいな、上がってくよみたいに言われて、6月ってもうあともうすぐやみたいな、6月もうすぐじゃんみたいな感じで、でなんかいろいろ聞いたんだけど、来年とか再来年とかもめちゃくちゃ今いいこう乗ってく時期らしくて、もちろんこの YouTube の仕事のことも言ったんだけど、セクシャリティのこととかもちょっと言って、占いの方に自分は本当に今のままでいいのかみたいなことも言ったのね。そしたら、あなたは本当にそれが正しい、今のが正しいよって、自分が生きたいように生きなって言ってくれて、なんか本当に涙出そうだったの。うちとかもほぼ涙もううるうるみたいな感じだったんだけど、やっぱり今の生き方がいいらしくて、それで生きてきなさいみたいな。でなんか来年再来年でなんかもっと変わるんだって。だからみたいな、なんかしかも海外の星とかも出てるとか言われて、うちまだ海外一回も行ったことないのに出てるから、えみたいな感じになったりとかもして、なんかいろいろ想像もね、ちょっと自分で膨らんじゃったりとかして、あもうそうなのかなとかいろいろ思ったりとかもしたのもあったりとかして、あの恋愛もね最後に見てもらって、そしたら出会うらしくて、えみたいな、まずそこでまず安心、普通に出会うらしくて、年齢とかもなんか大体のことを教えてもらって、出会い方とかも教えてもらったんだけど、出会い方とかは先輩とかからの紹介で出会うよみたいな言われて、えみたいな、もうそれ聞いてからも余計にさ、もう積極的にさ、なんかもう誘われたら行くようにしてて、めちゃくちゃだから行動しなきゃさ出会いもないじゃんみたいな思ってるから、もう誘われたら行くし、もうそれが先輩だったらもうなおさらもう秒で飛んでくのね。最近なんてもうどこに出会えるか分かんないから、そんなピュンって飛んでさ、もしかしてあなたが運命の人とか勝手に思ったりとかしてるんだけど、ちょっとあんま良くない、大丈夫そうって感じなんだけど、いただきます。だからもう本当にとりあえず安心したし、うちでもできるんだっていうのはちょっと思ったから、
まあ、そっから余計にね、プラス思考で考えて生活してるんだけど、占いってさ、当たる当たらないとかもあるとは思うけどさ、なんかそれを聞いてさ、自分がどう行動するかとかさ、それを聞いた上で、プラスに考えて生きれるようになったらさ、もうそれだけでさ、占いしてよかったって思うの、うち的には。結局はさ、自分の考え次第でもあるじゃん。だから、それ聞いて、どうやって生活していくかみたいなのもすごいそっからが大事だと思うから、なんかうちはそっからめちゃくちゃ、そのアドバイスと思って、受け取って、今も生活してるみたいな感じなんだよね。話変わるけどさ、その家引っ越してさ、まだ、本当に何週間とかなんだけどさ、なんか結構その、いろいろ届いたりしてて、で、ラグも今見えてないか。見てないけど、ラグカーペットとかも今グレー系にしてて、カーテンはもともとさ、特注だった。なんか最初からこれだから、グレーにしたかったんだけど、本当は。ちょっといつも前の家と違った。前はめっちゃホワイト、白基調だったから、今回は白プラス、ちょっと落ち着くようなグレーとかをミックスさせた可愛い部屋にしたくて、ソファーめっちゃ迷ってんのよね。グレー系のソファーにするか、これも可愛いじゃん、みたいな。このソファーも、うちはお気に入りだし、うちっぽいから、このソファーも、なんかもったいないなとは思いつつも、まあ、グレー系のソファーにしても可愛いなとは思いつつみたいな。だからみんなはどう思いますか？やばい、あっという間にもう投げただけになった。やばくない？でもいつも飲んだ後って、だいたいラーメン食べて帰るんですよ、うち。友達がラーメン食べれない、お腹空いてないとかやったらガチで一人で、ラーメン食べて帰ってるくらい、朝ごはんは絶対食べて帰っちゃう人で、だからいつもは食べちゃうんだけど、今日はマックにしちゃったみたいな感じで、だいたいいつもラーメン食べて帰ったりとか、朝どっか食べて帰ること多いんですよね。のさ、朝まで飲んだ日とかってさ、友達と飲むからめっちゃ楽しいけどさ、その解散した後ってめちゃくちゃなんかさ、虚無感やばいの。なんて言うんだろう、なんか寂しい気持ちもあるし、なんか孤独感あるし、なんか最終的に一瞬回って何やってんだろう自分みたいな感じでたまになる時があって、だいたい朝帰りするとなるんだよね、うち何してんだろうみたいな、はぁみたいな、一人やんみたいな。でも同じマンションの友達がいるから一緒に帰ることができて、なんかその虚無感もマジでなくなって、本当だったらいつもこんな帰ってきたってこんなことできないの、うち。なんか逆にはぁってなってるけど、そのおかげで虚無感、孤独感を感じることもまずできないまま家に到着することができるっていう、めちゃくちゃ最高。なんか飲んだ日の、特に朝帰りした時の虚無感マジエグいの。だからそこに関してはマジで助かってるなって思う。さあ友達でね。はい、というわけで無事完食しました。ありがとうございます。はい、ということで、だいぶ語ったんですけれども、まあ、今はもう朝帰りした朝ということで、朝ごはんも食べて、これからしっかりメイクも落として、お風呂に入って、しっかりパックとかもして、寝たいと思います。今日もね、普通に予定があります。はい、しっかり起きて、しっかりその予定に遅れないように、行ってきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画も皆さん、見てくださーい。バイバーイ。てか、うちも酔ってるって言ったけど、まだまだ全然飲めるし、なんかなんだろう、もっと潰してくれてもよかったな。